DEI ノンバイナリー教育ゲームは低調。さらに、言論弾圧を開始していることで炎上。先日の動画で、ドラゴンエイジ最新作の気持ち悪いゲーム内の会話を紹介しました。11月1日に発売されたわけですが、不人気かと思いきや、世界で売り上げランキング1位。日本では、そもそも人気がないので10位です。レビューはやや好評。DEI をご両親は非難されていますが、アクション部分は良いみたいです。海外のストリーマーのプレイをいくつか見ましたが、会話とか、ストーリーを気にしないなら普通に面白そう。会話とストーリーが一番の問題なんですけどね。ペンギンズゼロの動画から引用すると、レビューでは、キャラのカスタマイズが限られてて、やたらと顎や体型ばかり強調されてることにツッコミを入れてる。キャラがリアルというよりも、むしろコミカルで変な見た目になりがちだって感じで笑ってるね。戦闘システムはいまいちで、動きが鈍くてあまり戦略性がないって言ってる。敵が仲間を無視してることもあるみたい。スキルや武器の組み合わせ特に鈍いものが戦闘を制限して、正直あんまり楽しくないみたいだね。ストーリーがちょっと不親切というか、プレイヤーが話についていけないかのように同じことを何度も繰り返して説明してくるのがすごくイラつく。このせいで物語に入り込めないみたい。物語があんまり自由じゃなくて、悪役っぽい選択をしても結局大した変化がないんだって。さらに、キャラの名前を選んでも NPC がちゃんと呼んでくれなかったりして、ロールプレイ感が薄れるって言ってる、とのことです。ドラゴンエイジプレイしたことある人なら、わかる人もいるかと思いますが、海外特有のジョークなどもあるので、日本人にはそもそも理解するのが難しいです。とはいえ、バンナムのアゴゲーよりは楽しめると思います。ツイッチでは、6万人が視聴しており、日本人で配信してる人は少ないですが、スチームでの同説は6万人なので、爆死ではないかもですね。とはいえ、めちゃくちゃ人気のあるゲームと比べると、低調や低迷って言葉があっていそうですね。最近人種問題でやらかしたアスモゴールド、復活したわけですが、ベイルの守護者を配信しており、同説は4万で1位です。かなり PR に貢献してると思うのですが、まさかの欧米の5チャンネルでドラゴンエイジからバンを食らっています。レディットで書き込もうとするとエラーとなるようで、本人だけでなく、アスモゴールドのコミに参加してる人も自動でバンになっているようです。私は普通に書き込めましたが、バイオウェアが都合のいい話だけ流そうとしてるんじゃないかって不安を感じますね。アサシンクリードシャドウズでも似たような話をした気がします。それでは、今回は、発売されてからのドラゴンエイジに対する反応を見ていきましょう。天と地のすべてをめぐって、私だけが真に選ばれし者なんだな。いや、皮肉だよね。自己認識の欠如がすごいわ。一部の人は、謝罪を過剰に演出して、結局自分のことしか考えてないのよね。まさに彼女、変な儀式で自分に酔ってたのを見て、誰も理解してなかったよ。僕の財布はノンバイナリーだよ。あのシーンのイザベラ、あのドラゴンエイジ2のイザベラが、あの人が代名詞を気にするって、本当に臭い演出だわ。代名詞シーンが、ゲームの中で一番 CRINGE な瞬間だったね。彼女が死んだも同然だよ。あのイザベラは、スラングや口が悪くて、奔放で、海賊生活を楽しんでた。あんなことで謝罪する人じゃなかったのに。開発チームは、あのシーンがどれだけ CRINGE 恥ずかしいで説教臭くて、ダサいのか、全然気づかなかったの？彼女がドラマチックな態度を非難してるけど、そのスピーチ自体がドラマクイーンみたいでしょ。普通の人として、私はこのゲームのターゲットじゃないって受け入れてるわ。どうせバイオウェアはゲームアワードでノーキードッグ、みたいなことするんでしょ。選択肢が全部1、遠い、2、遠い、3、遠い、だよ。彼女がほら見て、私は謝ってる。腕立て伏せまでしてるよ。って言ってるだけで、もう見てられないわ。新しい JRPG が既存のフランチャイズの RPG より倍のプレイヤー数を誇ってるってことは、もうわかるよね。このゲームのレビューで、レビューアーの政治的な立場がバレバレだよ。開発者たちが、レビューの低評価をプレイヤーの偏見のせいにするのが目に浮かぶよ。少なくともコンコードは1人じゃないね。このゴミみたいなゲームには、スマブラやペルソナ語の歌詞を批判した元コタクのコンサルタントが関わってるんだって。こんな嘘で業界に居座ってるの、本当に理解不能だわ。このゲームの脚本、完全に HR チームが絡んでた感じだよね。ストアページにゲームが普通に動くだけのレビューが山ほどある。バイオウェアがポジティブなレビュー買ってるに違いないよ。イザベラが、ザワイの代名詞を使わなかったことで、
かなりの聖なる書を盗んで街で大落札を引き起こした時以上に謝罪してたのが信じられない。ゲーム開発者やゲームが私に説教するのが大好きみたいね。彼らが教えてくれる教訓は絶対に謝るなってことだよ。謝罪はただの現在認定みたいなものだって。声を聞いた瞬間、あれがイザベラだって思ったけど、嘘でしょ。あのバーブとの会話、説教のオンパレードで信じられないくらいひどかった。新しいジャンルなの。ゴラムみたい。どうか。ダストボーンみたい。皮肉なのは、イザベラが他人の謝罪を批判しながら自分の儀式を皆に説明することで、まさに自分が批判してることをやってること。面白いのは、ポジティブレビューがインセルたちを撃退しに来たよみたいなものばっかりだってこと。これ絶対不死でしょ。キャラクターが自分を批判してるのに、まさにその行動をしてるなんて。フィレクの代名詞を使わなかった罰で物理的罰を与えるって。このゲームのおかげで、ディリエーニが急に名作に見えてきたよ。再利用素材で構成されたゲームも、ディリエーの世界観を感じることができれば悪くないってね。謝罪の時間なんかないって、本当にその通り。ローラ・ケイト・デイルって知ってる？コタクの記者で、アトラスを批判してた人。彼女がこのゲームに関わってるって、いろいろ察せるよね。これ、対話じゃなくて説教だよね。謝罪すると自己アピールになるからやらないって言いながら、バーブみたいに謝るとか言って全部説明してるの。結局自己アピールじゃん。パスタレビューがさらに増えて、このゲームが炎上するのが待ち遠しいわ。ちょっと待って、あれがイザベラ？あのキャラをどうしてこんな風にしたの？ああ、あなた様ですね。ごめんなさい。手をついて謝りますよって感じ。このゲーム、絶対にゲームオブザイヤーを取るよね。トランス監督、極左の政治思想、ひどい脚本、メディアの夢が叶ったわけだ。僕、発達障害だけど、ローラのアドバイスなんていらないよ。むしろピザ好きの悪魔ハンターとか、時間を操る魔女とか、食いしん坊のピンクの玉遊んでくるね。代名詞のシーンでクリエイターが批判者に罰を与えたいって本心が現れてるんだよね。確か、ローラ・ケイト・デールがスマブラの音楽で差別語があるとか書いてた人だったよね。未だに信じられないけど、スチームレビューでゲームを擁護してる人がいるなんて、ほとんどがボットか有料の役者に見えるよ。ジム・スターリングのポッドキャスト、昔よく聞いてたんだけど、ローラ・ケイト・デールが共同ホストだったんだよね。EA とバイオウェアは初期レビューは絶賛だったのに、どうしてこうなったの？って言ってそう、トレーラーのくなり族、ずっと男だと思ってたけど、違ったのね。自分のビジュアルノベルの脚本書いてるけど、このゲームの会話にはほんと頭が痛くなるわ。バイオウェアがかつて作った最高のキャラたちが今やこれ。バイオウェアから聞いたよ。謝罪するなら、汗かいて血を流さなきゃ意味がないって。HR が常にいるってレビューは間違いだよ。脚本から演出まで全部 HR に見える。バイオウェア、もうダメかもね。あれって、放課後スペシャルみたいに観客に話しかけてるんだよ。これが包容力だよ。笑っちゃうよね。みんなに開かれたゲームを目指してるんだってさ。でも批判や反対する人は排除されるんだよね。そしたらすぐにバンされちゃうの。批判を黙らせようとするってことは、その商品の品質が怪しい証拠だよ。差別、排除、不平等、これが本当の包容力の意味なんだろうね。人の舌を切り取っても、その人が嘘をついてる証拠にはならない。ただ何を言うか怖がってるって証明するだけ。ディリオン・ラニスター、なんて包容力があるんだろうね。ドラゴンエイジが楽しみって言っただけでバンされるなんて皮肉すぎるよね。間違った考えのためにバンされるんだって。彼らの宗教に反対する人はバンされるんだよね。うん。こんなモデレーターのターゲットになるって、どこかの規約に違反してないのかな。存在してるだけでルール違反って、本当に寛容で包容力があるね。批判の中身をきちんと見てほしいって言いたいんだけど、彼らには無理だね。だって自分たちのエコーチェンバーの中でしか考えられないんだから。アプデのおかげでついにやーって言っただけでバンされちゃったよ。人の舌を切り取っても、その人が嘘をついてる証拠にはならない。ただ何を言うか怖がってるって証明するだけ。ジョージ RR マーティン、元コタクの社員が関わってるから、それひどいものができたわけだ。バイオウェア、腕立て伏せの時間だね。こちらがストップって言うまでやってもらうよ。包容力や寛容を掲げてる側がまさに差別や嫌悪を繰り返してるんだよね。これを娯楽だと思ってるのが間違いなんだよ。これプロパガンダだから、もし純粋な娯楽なら観客の意見を聞くはずで、攻撃なんかしないんだから。
もうバイオウェアや EA のゲームは絶対に買わない。検閲なんてバカ出てる。この状況に対して考えてもらいたい言葉が2つあるよ。戦争の最初の犠牲者は真実である正しい人には他人を黙らせる理由なんてない。最後には真実が証明するんだから。バイオウェアは閉鎖されるべきだよ。みんなを含むって言いながら、実際には特定の人がより多く含まれてるって感じだね。アルサブレに他のサブレでの投稿を理由に自動バンされるなんて、規約違反じゃないの？まあどうせ守られないだろうけど。Steam で見たゲームのタグにはゲイバイクエアエトクってあるのに、ストレートタグを求めた瞬間、その人が叩かれるっていう話を思い出したよ。ゲームがウェイク文化に参加してること自体が批判の対象になりうるよね。モデレーターさん。これは本当に差別だよね。エディットだけじゃなくて、Steam ページとかファンダムとか、どこも PR 管理の真っ只中だよ。レビューは、混合とほぼ公表を、とこなったり来たりしてて、まともな人は、動作だけは良いって皮肉言ってるよね笑い。企業のジャーナリスト評価、9月10日、Steam ユーザーレビュー、混合、これで十分だよね。ゲームが楽しみって言った人がバンされたんだってさ。本当に。ゲームに対して否定的な意見や批判をした人を全員排除してるんだよ。こういう人たちは業界には不要だと思うな。悪い製品を生むだけだから。自分と意見が違う人、バン。同じコメントを投稿したら1分でバンされたよ。レディットも誰のサブにもサブしてないし投稿もしてないのにさ。ただ、彼のツイッチ配信にいたのがバレたのかも。これで納得したよ。急にポジティブなスターウォーズアウトローズの投稿がレディットに表示されたから、他の人の意見を見に行ったら、みんな異様に、ポジティブで、あの中堅ゲームを絶賛してた。これがどうやって成り立ってるか、今やっと分かったよ。これがウェイク文化の実例だね。本当に批判が欲しいんじゃなくて、ただのエコーチェンバーを作りたいんだよ。ドラゴンエイジの大ファンで、オリジンズには何百時間も費やして、全エンディング、全ロマンス、全クラスとサブクラス、バックグラウンド、エンディングも全部試したんだよ。少しだけティズムもあるかも、で、ベイルを数時間やってみたんだけど、トールキンの著作に似てないパワーオブザリングみたいだったよ。名前や場所、一繰り返しは同じなんだけど、彼らがやってる仕事のレベルは過去のバイオウェアと比べて全然劣ってる。バイオウェア、予約購入が悪だと思ったら、今度は事前版を用意したよ。この愛と寛容を感じることができる。彼らって愛の人、なんだよね。批判を受け入れないだけじゃなく、同意しない人を敵とみなすんだから。これこそがレディットのギガレベルの暴露だね。もはや腕を振り上げて敬礼してるようなもんだ。彼らには本当に我慢できない。少しでも気に入らない意見を聞くことすら許されないんだもん。今やオーウェリアンって言葉がよく使われるけど、本当に1984を読んでその意味を理解してる人には、これは怖いほどそのものだね。特定の人たちのグループだからって理由で事前に拒否する。どこかで聞いたことあるような話だね。ビデオゲーム業界が崩壊していくような気がするよ。バイオウェアにブラックリストされたのは、むしろ誇らしいよね。アクション RPG は動くだけで好評になってるの笑う。ゲーム業界が包容力や寛容さを掲げつつ、実際には批判を抑え込み、異論を許さない姿勢がどれだけ矛盾しているか、痛感させられるよね。本来の意味での包容力って、多様な意見を聞くことじゃないの？結局、異論をシャットアウトし、自分たちの思想を押し付ける姿勢が、エコーチェンバーを作り出しているだけ。結果、ユーザーの不満や苛立ちは増すばかりで、真にファンに寄り添う姿勢とは程遠い。どんどん評価されてきたゲームシリーズがクソゲーになっていくね。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。